皆さん、こんにちは。イーパート・シャーラーにようこそ。私は、筑波大学の砂川由里子と申します、えー。専門は日本語学で、現代語の日本語を研究しています。えー、今日は、ペーパー02日本語学、モジュール07の語構成についてお話しします。えー、今日のお話の内容ですが、 まず、語構成とは何かというお話をします。そして、語構成から見た語の分類について少し説明した後で、その分類の中で特に重要な派生語と複合語について少し詳しく説明いたします。それから派生語や複合語の造語法と音変化について説明します。 まあ以上が今日のお話の内容です。でまずはじめに五構成とは何かという問題ですが、えー、ここに二つの絵があります。一つは花ですね。一つの花だけですが、もう一つの絵は花がたくさん集まって花束を作っています。これは花束と言います。花を分割しますと、 なになりますが、この葉もなも何の意味も表しません。ただ葉となという音を表しているだけです。で一方この花束の方ですが、花と束に分割できます、えー。この場合はそれぞれちゃんと意味を持っていますね。花と束という語として通用するものです。 えー、すなわち、花というのは意味を持つ要素としては、えー、それ以上小さく分けることができません。花は花という一つの要素で、えー、語を構成しているわけです。でそれに対して、花束は花と束という二つの要素で語を構成しているということがわかります。 で、えー、そこで語構成とは何かについて考えてみますと、語構成というのは、えー、語がどのような要素によって組み立てられているのか、えー、そして、えー、それぞれの要素がどのような関係にあるのか、えー、こういったことを考えるときに使われる用語であると言えます、えー。もう一度この絵を見てください。花と花束です。 えー、まず最初の上の花の方は、えー、これ一つで語をなしていますので、単純語というふうに言っています。花束の方は、花と束という二つの要素からなる語ですので、複合語というふうに呼ばれています。で実はもう一つ種類があります。お花というものです。 でこれは、おと花に分けられます。で、このおなんですけれども、お花とかお盆とかお皿のように、花や盆や皿などについて、えー、丁寧な言い方を表しますので、お、それ自体はこう丁寧さを表す、ちゃんと意味を持った要素です。まあ、しかし、おだけで単独に使うということはできません。 このようにあの単独で使うことができない要素と花のように単独で使うことができる要素が組み合わさってできたものこれは派生語と呼ばれています。この派生語と複合語というのは2つの要素から成り立っています。それに対して単純語は一つの要素だけから成り立っています。 この単純語に対するこの派生語や複合語のことは合成語というふうに呼ばれています。つまり合成語というのは2つ、ないしはそれ以上の要素から成り立つ語、派生語と複合語を総称して呼ぶ語であるわけです。以上で語の分類についての説明を終わり。 次に語構成を考えるときに必要となる、えー、基本的な用語について、えー、説明いたします、えー。語気と節字というものです。えー、まず上の方を見てください。えー、花、束、鳥、籠、雨、咲く、泣く、降る、もる、まあ。これらはすべてこれだけで単独で語として使えます。 単独で語が構成できるものですね。えー、と、先ほど単純語というふうにお知らせしたものです。で、これに対してこの下の方はどうでしょうか。真冬、不規則、寒さ、春めく。こういったものの、この赤く示した部分。ま、ふ、さ、めく。これは単独で語が構成できませんね。 えー、このような単独で語が構成できないものと冬や規則のように単独で語が構成できるものが組み合わさったものは派生語であるというふうに先ほど説明しましたでところでこの単独で語が構成できるものこの部分を語気と言います、えー、つまり語気というのは、えー、この語の非常に重要な意味を担っていて でしかも単独で語が構成できる部分のことを言います。一方、えー、意味は持っていたり何らかの働きを持っているんですが単独で語が構成できない部分これを接、えー、字というふうに言っています。でこの接字には二、えー、種類あります。真冬とか不規則のように。 語の頭につくものそれから寒さ春めくのようにさやめくですね語の後ろの方につくものこの二種類があります語の頭につく方を節頭字、えー、後ろにつく方を節尾字というふうに呼んでいますさてこの単純語をもう一度どのように規定したらいいか考えてみましょう えー、単純語というのは、えー、単独の語気からなる語と言えます。例としては、花、束、鳥のように今まで挙げた例のほかに、学校や教室も単純語です。それから、話すや走るといった動詞、えー、寒い、元気といった形容詞、ゆっくり、まだといった副詞、まあ、これらのものが、まあ、単純語の例として挙げられます。 次に合成語ですけれども合成語は、えー、と複合語と派生語に分けられました、えー、そこで複合語はどのように規定できるか見てみます、えー、複合語とは複数の語気からなる語というふうに言えます、えー、花束、鳥かごのかに音楽学校これは音楽と学校から成り立っています読み書き 走り高飛び。この走り高飛びは、走ると高いと飛ぶという三つの要素から成り立っていますね、えー。経済学、原発反対、こういったものが、えー、複合語の例ですで。派生語の方ですけれども、えー、これは二種類に分けられます。一、えー、つ目は、接頭時と五期からなる語です。えー、真冬。 お土産、か弱い、ぶっ飛ばす、小規模、大反対、不規則、無関心などが挙げられます。二つ目は、えー、語気と設備時からなる子です。寒さ、春めく、甘み、丸め、えー、あ、甘めですね、すみません。えー、それからま丸める、丸まる、 こういった例が、えー、派生語の設備字からなる派生語ですね。今、えー、語気と節字には窃盗字と設備時の2つがあるというような説明をいたしました。まあ、ところでここで一つ皆さんに注意しておきたいことがあります。 それは、この語気と節字の区別が難しいことがあるということです。えー、観光地と図書館という2つの語で説明したいと思います、えー。観光地は観光と地、図書館は図書と館という2つの要素から成り立っています。この地と館が語気であるのか節字であるのか、 これが結構難しい問題です。えー、というのは両方ともほとんど単独で使われることがないからです。でも地の方はこの「地をはう」といった時には、えー、この時だけ地というのが単独で使われます。しかし観の方はなかなか単独で使われる例を見つけることができません。 あそこの館が所蔵するなどというと非常に不自然に響きます。まあ、こう考えますと、地と館の差はほとんどないのですが、まあ、地の方は語気、館の方は節字ということになり、観光地は複合語、図書館は派生語というふうに言えます。で、同じようなことが、 この建物を打ち壊すの打ち壊すという語についても言うことができますこれは建物を打って壊すという意味ですので、まあ、複合語というふうに言えるわけですけれども、えー、規制概念を打ち壊すといった場合には規制概念を打って壊すというふうには言えません、えー、この場合は 既成概念をぶち壊すとか既成概念をぶっ壊すのぶちとかぶっに相当するような単位になっていますつまりこの場合は派生語に非常に近いあるいは派生語であるこういう要素になっているわけです同じ「打ち壊す」という単語であっても建物のように具体的なものと一緒に使われた場合は うちは語期であると言えるんですけれども既成、えー、概念のような抽象的な「語」と使われた場合は「まあ、節字」といった方がいいような単位になっています。でこのように、えー、区別が難しいことが時々あるのですが、まあ、一応語気「語、え、記、ー」は複合語や派生語の中で非常に重要な意味を担う部分で、えー、単独で使われることが ほとんどであるようなもの節字は複合語や派生語を作り出すものですが、まあ、単独では使えない要素このように規定しておきたいと思いますさて合成語は、えー、複合語と派生語に分けられるというふうに説明しました、えー、これからこの複合語と派生語それぞれを、えー、もう少し詳しく見ていきたいと思います で、まず派生語の接頭辞について見ていきます。この赤い部分がそれです。お話、おんどり、真夏、新顔、不誠実、かぼそい。この赤い部分ですね。で、このおを見ていきますと、お話、お便り、お元気、お上手のようにですね、名詞についたり、 あるいは元気、上手のようなな形容詞についたりして丁寧さを表します。いいですか名詞やな形容詞などについて敬意や丁寧さを表しています。えー、似たのが語ですね。ご親切の語とか、えっ、ー、と、見心のみなんかもこの敬意を表しますね。えー、霊状の霊、それから貴婦人の気 などもありますで、これはどうでしょうかおんどり、めんどり、お牛、め牛、おじか、めじかこのおやめは何を表しているかというとまあ動物を表す名詞についてオスであるかメスであるかつまり性別を表していると言えます真夏、真っ赤、素顔 生真面目、生娘。真夏というのは夏の一番暑い盛りの頃を言います。真っ赤は、えー、赤でもとても明らしい赤という意味です。えー、そうですね、素顔というのはその人本来の顔という意味ですね。女の人の素顔なんていうとお化粧をしてない顔という意味を表す場合もあります。生真面目。 実に真面目であるという意味です。生娘というのは、まあ、男の人を知らない娘というか、処、えー、女のことを表します。えー、このこれらが何を表しているかというと、まあ、神聖であること、あるいは純粋であることを表すというふうに、えー、まとめることができます。新顔、古美術、新妻、 初孫と呼ぶ人もいますし、うい孫と呼ぶ人もいます。それから、旧制度。これらは、新顔というのは新しいメンバーですね。古美術は古い骨董品的な美術。新妻は結婚したばかりの妻。初孫は初めてのお孫さん。旧制度は古い制度ですので、物事の新旧を表しています。 えー、不誠実、不用心、非現実、無関心、未実現ですね。これらの不や非や未などは何を表しているでしょうか。えー、不誠実は誠実でないこと、不用心は用心が足りないこと、非現実は現実的でないこと、無関心は関心がないこと、えー、未実現は 実現していないことですので、これらはすべて、えー、否定を表すというふうに言えます。えー、かぼそい、毛高い、物悲しい、物威、えー。かぼそいというのは何か弱々しいというようなことを表します。毛高いは品があってなんとなく高貴な雰囲気を表しているんですね。物悲しいは、えー、まあちょっと寂しいというかなんとなく寂しい。 物言いもっ、えー、と,となく気持ちが沈むとか、まあ、憂鬱になるとか、まあ、そういう気分を表しています。でこれは曖昧さを表すというふうにまとめられます。えー、ぶち当たる、かっとばす、どん詰まり、ずぶっとり、ぶったたく、ひっぱたくなんかみんなすごく強い音ですけれどもこれらは強調を表しています。 ボッ当たるというのは非常に強い勢いで当たるカットバスも強い勢いで飛ばすんですね、えー、とボールをカットバスホームランをカットバスというような言い方をしたりします、まあ、ボールを打ってホームランをカットバスって言った方がいいでしょうかねえっ、ー、とドン詰まりはそれ以上先一歩も進めないような状態を言います図太いというのは神経が図太い などと言うんですけれども、えー、どんな例えば怖い目にあっても動じない、えー、太い神経を持っているそういう状態を図太といと言いますあとぶったたくとかひっぱたくっていうのは「まあ、たたく」を非常に強く強調して強い勢いでたたくという意味ですので皆、まあ、これらは強調を表すと言います「子にくらしい」「大当たり」「ほろ苦い」「大スクープ」 超高速、まあ、字から見ても大体あの予想できると思いますが「小に暮らしい」は「ちょっとにらしい」「大当たり」は「大きな当たり」「ほろ苦い」は「少しなんとなく苦い」「大スクープ」はすごいニュースを報道できた時なんかに使いますね「大きなスクープ」「超高速」は「すごく速い」「速さ」ですねこれらは程度を表す。 と言えます。で、今まで見てきたように、窃盗っていうのは、何らかの意味を語気に付加するものである、というふうに言えると思います。で、皆さんのテキストに、まあこの表を掲げておきました。これは今、挙げた例などが上がっていますので、えー、後でゆっくりご覧ください。 次はその派生語を作る設備字について説明いたします寒さ甘み埃りっぽい丸める嬉しがるこの赤い部分が設備字と言われているものですでこの「さ」がどんな機能を果たしているのかと言いますと、えー、面白さ、まあ、面白いといういい形容詞に「さ」がついて 面白さという名詞を作っています。あの人の面白さは何とも言えないね、というような言い方をしたりしてきます。まあ、悲しさも同じように、悲しいについて名詞を作ります。大切さは、な形容詞について、やはり名詞を作っていますね。物事の大切さを教わった、などと言えます。 まあ、丁寧さも同じように、な形容詞について名詞が作られていますので、このさというのは、いい形容詞やな形容詞について、名詞を作るものであると言えます。次、ぽいはどうでしょう。大人っぽい。えー、これは名詞大人について、えー、大人らしいというようなこと。男っぽいも男らしい。 怒りっぽいはあの動詞の怒るについて怒りやすいというすぐ怒るというような意味ですね。飽きっぽいも動詞についてすぐ飽きる、飽きやすいという意味です。安っぽいは安いという意見用詞についてなんか安くて大したものじゃないというような意味を表しています。でこれらは全部大人っぽい、大人っぽくない、大人っぽかった。 などと活用するいい形容詞ですね。つまり、ぽいは名詞や動詞などについて、まあ、いい形容詞を作る働きを持っています。がるはどうでしょう、えー、悲しがる、苦しがる、悔しがる、面白がる、羨ましがる、悲しいとか苦しいとか悔しいという、えー、みんなこれは感情を表すいい形容詞です。 ガルというのはこの感情を表す良い,い形容詞について動詞を作るという働きをしています。で皆さんの、えー、とテキストにはこの品詞による設備詞の分類ということで名詞を構成するもの動詞を構成するもの良い,い形容詞を構成するものな形容詞を構成するもの その設備時のいろいろなタイプが挙げられていますので、これもまた後でゆっくりご覧ください。で以上、派生語を構成する接頭辞と設備、えー、時について説明いたしました、えー。次に複合語についてお話しします。えー、複合語を構成する語気について、 品詞という観点から考えてみたいと思いますどういう品詞の語気から成り立っているのかということですで、花束手足夏祭りといったようなものと山登り口伝え夏痩せといったものをちょっと比較してみたいと思います花束の場合は花と束手足は手と足夏祭りは夏と祭りというように 名詞と名詞が組み合わさって全体で名詞を作っています一方山登り口伝え夏痩せなどは名詞と動詞が組み合わさって名詞を作っている例ですこの2つはどうでしょうか。飲みみみみ食食い、食べ残し、走り書書き、き、飛び込み読み書き読み聞かせ それから、嬉しなき、高飛び、深読み、早起きですね。上の方は、えー、動詞と動詞の組み合わせ。下の方は、いい形容詞と動詞の組み合わせですね。これらも全体としては、えー、名詞として働いています。次は、丸顔、白うさぎ、えー、黒帯、 薄味、悔し涙、それから品薄、身近、円高、縦長、肉厚、小高ですね。丸顔は丸い顔、次は白いうさぎ、黒帯などですから形容詞と名詞の組み合わせ。品が薄い、身に近い、円が高い、 縦に長いと言ったようなものですので、これは名詞と異形容詞の組み合わせです。えー、和語による複合語のパターンを、えー、皆さんのテキストに挙げておきました。これはすべて和語によるものばかりです。で、これまでその和語の例ばかりを挙げてきましたが、まあ複合語は実は和語ばかりでできているわけではありません。 漢語、えー、と和語の複合語もあります。組体操、運動靴、調査漏れ、こういったものが漢語と和語の複合語、まあ。組体操というのは、たくさんの人が、えー、組んで、えー、立体的な造形をする、立体的に、なんでしょうね、あのー、大きな、えー、人間の、えー、像のようなものを作るんですね。 そういういい体操のことを言います。運動靴は、まあ、運動をするときに履く靴ですね調査漏れば調査に漏れるというような意味ですが、えー、みな名詞ですね。で、漢語と漢語の複合語もあります、えー。休憩時間、体操教室、輸入品、家族旅行こういったものがあります、えー。これはどうでしょう。ボール遊び、ギター弾き、紙コップ。 これは何と何の組み合わせかというと、外来語と和語の組み合わさった複合語ですね。ピアノ教室、仮面ライダー、ガス会社。これは外来語と看護の組み合わせです。さて、今まで見てきたのは、すべて複合語となってこう、名詞となったものばかりでした。まあ、しかし、 複合語は名詞だけではありません、まあ。名詞の例もいっぱいありますが、動詞もあります、えー。泡立つ、指さす、売れ残る、巻き返すのようなものですね。それから、いい形容詞は、えー、蒸し暑い、肌寒い、計算高いなどがあります。えー、な形容詞、これは意味慎重、的外れ、間抜けなどが挙げられます。 でここでちょっとこの後ろの方の部分今赤くした部分に注目してください、えー。花束の束は名詞です。山登りの登りは動詞です。えー、丸顔の顔は名詞円高の高は形容詞い形容詞、えー、次の嫌いはな形容詞おきは、えー、動詞といったようなものでバラバラですけれども次の動詞のところを見てください。泡立つの立つつのは動詞です 泡は名詞ですけれども、立つは動詞です。指さすのさす、売れ残るの残る、巻き返すの返す。これらはすべて動詞です、えー。蒸し暑い。これは蒸すというのは動詞なんですが、後ろの暑いの部分はい、e、い形容詞です。肌は名詞ですが、寒いはい、e、い形容詞、えー。計算は名詞ですが、高いはい、e、い形容詞。後ろが全部い、e、い形容詞です。 えー、次のな形容詞の例である意味慎重なというのは意味は名詞で慎重がな形容詞です的、ま、は名詞で外れは、えー、外れるという動詞間抜、ま、けの間は名詞で抜けは抜けるという動詞ですのでちょっと名詞とな形容詞の場合は少し例外があるのですが、えー、その他の場合は皆、まあ、右側の語気の品詞が 複合語の品種となっていますね、えー、ですから複合語の場合ほとんどの場合は右側の語気の品種が複合語の品種となると覚えておくと便利かと思いますで次に、えー、合成語を作る時のその作り方造語法について、えー、説明しますお客さんたちこれはお 客、さん、たちという4つの要素からなった合成語です。派生語です。これがどのように作られているかというと、えー、まずは、おと客が組み合わさってお客になります。それに、さんが組み合わさってお客さんになります。さらに、たちが組み合わさってお客さんたちができるという具合に、 う2つの単位の組み合わせを何回か繰り返して作っていることがわかります次のこの反原発運動推進派、もうこれも非常に長い合成語ですけれどもこれも似たような形で作りますまずは反と原発が組み合わさって反原発それに運動が組み合わさって反原発運動 そして、えー、推進が組み合わさって、えー、反原発運動推進というのができて、まあ、最後にこの歯が組み合わさって、えー、反原発運動推進刃という非常に長い語ができるという具合に、非常に長い語であっても同じように2つの単位を順繰りに組み合わせていけば作ることができるわけです。えー、次は、えー、合成語の音の変化についてお話しします。 連絡というような現象があります。これは、円と高いが組み合わさると、円高ではなく、円高になるというような現象です。雪と国が組み合わさると、雪国になります。貝と柱では、貝柱となります。つまり、この高、 この後ろの部分の「タカ」という音が「ダカ」になるこの後ろの「国が「グに」になる「柱」が「柱」になるというようにこの後ろの構成要素の五、えー、頭の音が正音であるときにこれが「濁音」になるというようなこういう変化のことを連濁と言います。 私の名前は「砂」と「川」と書いて「砂」「川」ではなく「砂」「川」というふうに連絡して読む人もいます、えー。でも名前の場合は私は「砂」「川」の方が好きなので皆さんに「砂」「川」と連絡しないで読んでいただいています。もう一つ「天音」という現象があります。えー、と雨 と宿りが一緒になると雨宿りではなく雨宿りという風になります酒と矢では酒屋、えー、船と旅では船旅のようになりますつまり今度は雨という最初の方の要素のこの最後のえという音があになって雨宿りとなる 酒という最初の要素の絵がアになって酒屋になる。船の絵がアになって船旅になる。というように最初の要素の一番最後の母音が変わります。こういうのを天音と言います。でその他の音変化もいくつかあります。 えー、例えば、春と雨が、えー、組み合わさると、春雨ではなく、春雨となります。これは間に S の音が入って、春雨となるわけです。で次は、追い払う。これは追い払うとも言いますが、追っ払う。強く言うと、追っ払うになってしまいます。この追いのいが、 小さなつになるんですね。詰まった即音に変わって、払うが払うという半濁音に変わります。これも同じです。引き剥がす。最初の引きが引っ剥がすになりますね。即音に変わり、剥がすが剥がすと変わる。こんなような変化もあります。まあ、以上で、えー、今日の講義の内容はすべてお話ししました。 最後に今日お話しした内容をまとめておきましょう。まず最初に語構成とは何かというお話をしました。語構成とは語がどのような要素によって組み立てられているのかそれぞれの要素がどのような関係にあるのかなど語の構成について考える際に用いる用語であるというふうに説明いたしました。 次は語構成から見た語の分類です、えー。語は単純語と合成語に大きく二分できます。そして合成語はさらに複合語と派生語に分けられます。えー、それから単純語というものは一つの語気によって構成されている語であるというふうに規定できます。複合語の場合は2つ 内しはそれ以上の語気によって構成されている語。また、派生語は語気と接字によって構成されている語。このように規定できます。そして、この派生語を構成する接字には、接頭字と接尾字の2つの種類があるというお話をいたしました。で、さらにその次に、接頭字と接尾字の 機能とといいいうことにつてて詳ししく見ていきました。接頭時は何らかの意味を語気に付加するこういう機能を持っています設備時は語全体がどういう品種になるかを決定する機能を持っていますそして最後にこの派生語や複合語この合成語と呼ばれているタイプの,この造語法を 説明しましたこれはどんなに長い語であっても二つずつの単位を順繰りに組み合わせることこれを積み重ねていけばできるというお話でしたそして合成語の音変化です二つの語が統合して合成語になるとき前の語の末尾や後ろの語の語頭の音が変化することがあります で後ろの語の声音が濁音に変化することを連濁と言います。そして前の語の末尾の母音が変化することを天音という、まあ、こういうお話をいたしました。で以上で、えー、今日のお話は終わりです。どうもありがとうございました。